日体機は岐阜県赤市神殿にあった名鉄美濃町線の駅。1911年に美濃町線が前身である美濃電気軌道の路線として開業した当初から存在する。美濃町線は2005年4月1日をもって廃止され、当駅も廃駅となった。無人駅で短式一面一線のホームを持っていた。待合室がある。南側を国道248号。 北側を側道に挟まれた専用軌道上に設置されていた。駅の先、新関駅方面で、東海北陸自動車道がオーバークロスしている。国土地理院2.5万地下図、美濃関、1992年修正版。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。 AB、岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美野町、伊比、谷組線の85年郷土出版社、1997年、219から230ページ、ISBN4 から876700974、名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、880ページ、今尾圭介、 日本鉄道旅行地図帳7東海新庁舎2008年51から52ページ ISBN 978から4から10から79万25から8電気車研究会鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月臨時増刊号特集名古屋鉄道富津名古屋鉄道路線略図川島慶像 全国鉄道事情大研究名古屋北部岐阜編1創始者1997年184ページ ISBN4 から794207964高速特急名古屋仙台や変更関市2017年6月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年6月13日閲覧関市ティバスマップ路線図 2017年4月1日改正2017年6月13日、閲覧。ありがとうございます。